どうも皆さん、おはこんばんにちはっと、マシナリウム続きをプレイしていきたいと思います。おっとちゃんです。さてと、ノリノリな音楽、話しかけられるかな。どうだい、乗ってるかい。俺も踊り始めるとか、近づくと。さてと、水を抜くことができたので上に戻って、あと少しね、奴らにお灸を据えることができたので仕返しというか。はい、ただいま。そう、動画前回撮り終えた後にね、ちょこちょこっとこう、彼の過去の女の子との思い出みたいなのが流れたんですけど、女の子との思い出でね、一緒に水浴びみたいなのをしてて、おおっと思ったらね、オイルタンクの中で水浴びしてキャッキャウフフしてた。微笑ましかった。降りられるか。起きた。はい、これは開くのかい。開いた。中に入ると、おお、外に出たよ。降ります。よいしょ。触れるものが3つある。どれがいいかな。これは、あ、これでエンジンかける感じか。なにこれ。どうするんだ。はい、どうすればいいのか全然わからないよ。やばいな、やばいな、なんかもうヒントがなさすぎて。あっ、元に戻った。パッと見でもこの下のが怪しいよね。おお、全部反対にしろってことか。わかった。左上に持ってって、右上に持っていって、でこいつを右下に持っていって、左下、よし来た、レバー出てきた。オッケー、これで合ってたみたいだね。うん、ボタンを押すと、あら、下降りてったけど、このレバーの意味は。いまいち。このボタンは、ほっつった、覗き込める。お、お、嘘、久しぶり。囚われて、女の子だ。この中に閉じ込められてるんだね。囚われも、しかも料理を作れと。かわいそうに。助けに来たよ。待っててね。あ、女の子にあれか。どうしようか。これはオイルが出てくるの？あ、オイルが出てくるんだね。どうする。他は、ここは開く。お、トウモロコシゲット。ポップコーンでも作る。湯川、この中に、ここにポップコーンとかトウモロコシ置けば、熱で、さすがにダメ。な、置けるの。上に乗ってさらに高いところに手が届く、そういう。はあ、どうしたものか。そこに届かない。この子は、あ、外で俺が伸びるんだけど、これちょっとどうしようかな。触れるところ他には、あ、届かないね。一つずつ考えていこう。あの上に行くためには、どこか、今のところトウモロコシしか持っていない。あ、戻れる。何か渡してあげないとダメじゃない。
なんだろうな、これとか違うな。やっと見つけたからな、救い出してあげたいよね。結局これ使えるようになったけど、何の意味が。このままだと上に戻れないか。これぶら下がってんの取れないかな。ちょいと上に行くとか。届かないか。届かんない。あれ欲しいな。あれ多分渡せるだろう。ちょいと上に行け。行けない。これ真ん中押したら戻っちゃいそうだよね。戻っちゃった。せっかくやったのに。まあもう大体やり方は分かったから大丈夫だけど。 OK。 さーてと、どうやって上に戻るかな。あー、もうガソリンがもしかして足りないか。じょうろを渡して、ダメ？ここからじょうろ渡せないか。さてと、ヒントは3つまで使えるわけだろ。俺まだ1つも使ってないよね。じゃあ今回ね、一回使ってみるか。ここで、はい、紐…いや、やはりどうやらガソリンを外に供給したいから。へー、何かないとダメだな。真ん中に置くぐらいしかないもんね。上上がるとか。これどうやったら上戻れるんだ。でこれもう今1回使ったら2回目。はい、だよね、渡す。いやーでも渡したいけど届かない。どうしようかな。元に戻すとか。お、あれ使えそうだぞ、行け。はい、そんな風になってんの。今ならいけるんじゃないか。それか落ちてくる。あ、来た。手に入れた。これを渡せばいいんじゃないか。やったー、よかった、進める。よっしゃ、これを受け取ってくれ。で、どうすんのこれ。これ使えそうなところ。お、これにでも使ってどうすんだろうね。はーい、はい、このままだと届かないから。あ、違う違う、置いといて上に登って。この女の子も基本的にっていうか、彼らの収納ボックスは口の中に、体の中にあるのね。はい、はーい。お、なんか出てきた。ヒントの時もなんかフックを使いみたいな書いてあったもんな。はい、あ、取れた。これ使えるか。で、ホースにするっていうヒントがあって。違う、あ、火にかける。と出るんでしょう。どうしよう。一回溶かさないとダメか。これお湯みたいのが入ってるんだったら中入れるとか。あ、
みたいだな。入れて、はい、グツ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 、あー出てきた、あ全部すすってる、おー、ホースになった、これならいけるでしょう。はい、つないでちょっと不気味なんだよな、口の中が出てくるの。これをそのエレベーターシャフトみたいのに、よっしゃつけるぞ、開けて、いいよ、おお来た、いいよ、ありがとう戻ってった中に。さあこれでエンジンブーン、よっしゃ、上にも下にも行けるな、下に行く、上か、上参りまーす。さあそこに彼女がいるのは分かったから、上まで行くとどこだ、ここは、あー換気っぽいのがあるが、お、あこの人自身が、はい、曇り、どういうこと、ん、プロペラの柄が全然違うけど、 A、B、C どれだって、あ、合わせればいいの、それとそれ合わせたら多分これになると思うけど、 C じゃない、合ってるよ、あ、どんどんクイズになってるな。これが回るとどういう柄になる、赤、赤、青、青、白、白、全部一個ずつあるから、こういう柄、あ、いや違うな、合わせた時、え、ちょっと難しくなってきてる、反対側にあるから2つで合わせた時、はい、逆、これだね、はい合ってる。さあ今度はなんだ、その柄がぐるーって回るとどういう風に映るか、多分こうなるよね、はい、あ、眠った、おはよう、あれ問題さっき解いたんだけどな、眠ってる間に何かしないとダメなのか、ミスったな、起こしたな。さあ、バラが変わったぞ、これかな、あ、間違えた、お、間違えればいいのかな、怒ってるよ、あ、なんか落ちた、正解すればいいってもんじゃないんだな、これで怒っている、ガラスがガンガン折れてるのがこう、うわー、やばい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 怒らせてる、これじゃない、あっちゃった、これ、いやー、おお、怒りすぎて飛んでっちゃったよ、ごめんね、お邪魔します、逆に間違えなきゃいけないって面白いよね、いやもうこの世界観に私は癒されまくっております。食虫植物って言うんだっけ、ちょっと調べてみようか、なんて言うんだったっけ、お、なんか新しい思い出が、銃撃てるところに入って取った、どっちも撃つ前行って、真っ黒になって、食虫植物って言いますね、ハエトリグサとか有名なのだと。ただ彼らは別に虫を絶対食べなきゃいけないってわけじゃなくて、虫を食べることも一つの栄養源としているだったはず、違ったらすいません。さてと、調べるとこがいっぱいあるね、もうこっから1、2とか書いてあるよ、1、あら
1のフォルダと2のフォルダ食べちゃった。何なんだろう。めちゃめちゃ昔のあのカメラのね、フィルム時代だった時に1個抜き出して入れるケースみたい。調べると多分出てくると思うんですけど、一つずつ写真をそれで確認できるようになるんですよね。上に押すと反応しない。あ、まさにそれかもしれない。これ入れるんじゃない？ほら、まさにそれだ。これ、あ、ただ電源が入ってないな。電源はどれだろう。これ？なんだこれは。はいはい。どういうこと？埋めろってこと？これはこうやって埋められるけど、 OK。 あ、一つクリア。そういうことか。で、二つ目、これは俺わかるよ。これぐらいだったらこういって。やべ、間違えた。完全に間違えた。無理だもん、ほら。ああ。どこスタートって、あ、できるのか。むずい。じゃあまあ、普通に考えたら、ここからスタートの方がよくない？で、最終的にあそこにたどり着くような感じで。ダメだ。埋まらない。バーッと考えると、そこも埋まらない。スタートして端っこ行ってしまう。埋まらない。あ、埋まるな。こうか。はい、オッケー。これどんどん難しくなっていく感じでしょう。さあ次は埋めづらいところを基本的に考えていくと、こことかだよね。だ、スタートした時点でちょっと積み取って、ぐるっと取って、左、こうか。こっからだね。意外といけるかもしれないね。はい、これで一つ。で、今度はこっち。どっちもだよね、多分。うわー、すごい難しいな。スタートここかな。見えた、ここだ。よし、クリア。さあ、お次は、はい、また難しそうなのが、スタートして、でもね、すごく、お、楽しいんだよね。来てるんじゃないこれ。来た、ここだったか、答えは。はーい。さあ、ラスト。さーてと、ダメだ。一回ちょっと違うことしてリフレッシュするか。調べられるものない？これ取れそうだね。ゲット。機械を動かせる。で、これは？これもまたなんでしょうね。線抜きみたいのが、
栓抜きっていうかなんかあの缶詰のなんかくるくる巻いて外せるやつが違う、届かない。上には登れるのかな。上に上がって、いや、ダメか。あ、虫さんゲットすることはできない。他に触れそうなものないね。ちょっと頑張ってあれ解くしかないな。パッと考えて一回多分どこかでぶつけなきゃいけないんだよね。例えるなら、こういう感じだよね。こうすることによって行ける場所増えるけど、1個埋まってしまうから、真ん中で全部試してみるか。こっちとかで上行って、お、左上がこれで埋まるけど、順番が違うか。下から行く。お、あ、あ、そうだよね。お、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 これは違うぞ。よっしゃクリアだ。あ、なんか左上のこっちは、あ、映ってるよ、こうファイルが。ここにはなんだろうな、これ刺すの違うみたいだ。これは何映んだろうな。このままじゃ多分映んないんじゃないか。どうしよう。電源は入ってみたいだけど。あ、で、あー、そうか。なんでこれ草が一気に生い茂ったかっていうと、こいつ動かしたからか。これにやったらどうなるんだ。おりや、ウィーン。あー、生えてる生えてる。あれ触ったらなんか縮むやつじゃない。で、枯れちゃってるけど、食虫植物のところも、ほら、ウィーン。おお、元気いっぱいになった。なんかすごいんだろうね。あとさ、これ持ってるよね。これここに植えられる。よっしゃ、ほい。これでどうだ。一番左側に移動させて、よー、いいぞ。ピン。どんぐらい成長する。お、あ、ひまわりができた。もう一回ビームすると、ビーム。さすがにこれ以上は。ひまわりゲット、ほい種を手に入れた。これでおじさんに言ってたひまわりのじょうろの水が手に入るな。どうしよっかな。開いてるんだよね。おう、おう、虫さんも手に入らないし、とりあえず2番を入れてみる。何か変わるかな。映らないんだよね、現状だと。どうやったら映るんだ。どう上下押せば変わる。何かが足りない。あれがってレンズがついてないと思うんだよな。よいしょ。あ、今2番が入ってたのか。レンズの代わりになりそうなものってあるか。
虫眼鏡とかそういうやつ。使い棒みたいなの使えちゃうの。はい。でこれで閉まらなくなるかな。虫眼鏡手に入れたわ。これをここに置けば多分この前のとこにくっつけるんだよね。なんであれが口の中に入ってたのかよくわからないけど。おい、お、映ったね。てて一番のやつから入れてみるか。はい、よし。おー、なんかいろんな ロボ学、あ、トンボとかダンゴムシとかいろんなロボットの情報が、クワガタかな、すごいな。でもちょっと多脚生物というか、はい、クモとかさ、でそれのちょっとロボットバージョンと俺相当ダメかもしれないな。ハエとか、おーおー、これなんか随分と左側の謎解きのやつと似てるな。ね、すごい似てるよね。つけるところが、で、引っ張る。オープンセサミー、素晴らしい。俺、冴えてるぜ、これは。はい、抜いて2枚入れると何になるのか気になるね。よし、あ、これを、なんか、これに入れるとひまわりの汁になるよって、液になるよって。食べられちゃうことがあるのか、かわいそうにロボットの絵がいるもんね。よっしゃ、これで行こう。の前に、はい、皆さん時間がちょうどいいので今回はここまでということで、次回お楽しみに。ほんじゃまたなー。